皆さんこんにちは。滝沢勝也でございます。どうも皆さんこんにちは。今回は私が持っている4本のアコギを弾き比べしてみようかなと思います。いろんな音が、鳴るので、あ、アコギってそういう種類があるのかとか、なんかこういう特徴があるのかみたいな感じで、なんかこうアコギの音に対する造形を深めるみたいな感じですね。ぜひ参考にしていただければという感じです。まあ、いろいろ喋りながらこうベラベラとこう、ね、遊んでみますので、よかったら皆さんものほほんと、画面を覗きながら、こんな音するんか、ふーんみたいな感じで楽しんでいただけたら幸いでございます。ではまずこちらから、これはまずヤマハの FG250S ってやつです。FG250S。FG250 ってつくぐらいなんで、250、2万5000円定価ということですね。で、ヤマハってこの中に、貼ってあるラベルの色で、年代がある程度その分かるんですけれども、まあ、オレンジラベルはまあそこそこ古いって感じですね。そこそこ古い。感じの音です。ドレッドノートって言い方をするんですけども、結構その大ぶりなタイプって感じですよね。僕の体とこ見比べていただいても分かるかと思うんですけど、結構でかいという感じでございます。で、そのドレッドなんでね、結構その低音が、しっかり出てて、この厚みがある感じですよね。これちょっとドレッドにしては少しあの低音は薄い感じはするんですけれども、ちょっとシャリシャリめな感じはするんですけども、まあ、そのドレッドらしい力強いサウンドはするかなと思います。弾いてみましょう。なんかまあ単音っていうか単音じゃないか、ストロークでこうジャカジャカと弾くとですね、結構音量も出ますし、まあ、厚みもありますし、なんかこう割とね、あのはっきりと音の立ち上がりも良くていい感じですよね。で、これを指弾きで弾いてみると、特徴ないって言ったらちょっと語弊があるんですけれども、なんかこのトゲがなくてこう、癖がなくて使いやすいっていう音が、まあ、どの年代においても言えると思うんですよ。なんかこのギターに関しては本当そんな感じですよね。その低音とか高音とか中音とかにその隔たりみたいなのが全然なくて、なんかすごいバランスの良い音っていうんですかね。なんかそんな感じはします。で、良い意味で音の立ち上がりもそんなに速くないので、結構マイルドな響きっていう感じですよね。で、それに対してもう1本弾いてみたいのがこちら、松田さんという方の、工房さん の, そのカスタムギターって感じですね。まあ、この後ろに、カーボンを貼って、なんかこの音の立ち上がりを良くしているという感じなんですけども、ちょっとその松田さんの工房さんから、ちょっと今ご提供いただいて借りているんですけれども、こんなギターもあったりという感じです。ちなみにめちゃくちゃ軽いです。で、原稿は、ね、少しこの低めになってしまっているというのもあるんですけれども、まあ、立ち上がりがめちゃくちゃ早い感じですよね。でちょっと今原稿が少し低いのがバンジョーみたいな感じの響きがしてしまっているんですけど、まあ、こんな感じの音でございます。結構その立ち上がりの速さがこうバシッときて、なんかこう、なんていうんですかね、はっきりとした音が聞こえると思うんですけど、どうでしょうか。ちょっとストロークをしてみましょう。
ペジオっぽくちょっと指弾きをしてみますと、すごい不思議な音色があるんですけども、なんかそういう特徴ある感じの面白い音って感じですよね。これもドレッドサイズのギターではあるんですけども、そうですね、さっきのヤマハに比べると結構低音は強めな感じですよね。低音のこの下の方、少しこのモサモサとした感じがこう強くて、ちょっと上の方が少し弱いような感じ。結構その迫力があるというか、その、ね、厚みがあるというか、というかその、ね、なんかこのガツンとしたこのパンチ力があるギターだと思うんですけど、どうでしょうか。なんかこの強く弾いた時の、このパチ力というんですかね、なんかそういうのがさっきのヤマハに比べると出てきたような感じがしませんでしょうか。まあ、こんな感じで聴き比べるとね、その中の音色の違いというのがわかるかと思います。低音の出方はどうかとかね、この高音のきらびやかさはどうかとか、音の立ち上がりはどうかとか、そんな感じでね、その辺にこう、この注意して聴いてみるといろいろ面白いかと思いますので、ちょっとその辺に注意して聴いてみてくださいませ。その次にご紹介させていただきたいのはこちら、東海楽器ですね。TF150 という型番のギターでございます。TF150。で、これ、昭和49年なんで、僕の9個目のギターだから41歳。僕今34歳なんで、どんな計算だ。僕今34歳なんで、43歳ってことですね。43歳のギターでございます。で、150っていうからでは多分1万5000テガーだと思うんですけれども、まあ、その東海ギターの中でもそんな高くはないギターという感じですね。初心者向けモデルだったと思います。これはまたこうね、ちょっと小ぶりなんですけどね、すげえなんかデカ音するんですよ。ちょっと弾いてみましょう。あえて弦高高くしているんです。だからちょっとこう音量が出てる感じなんですけれども、こっちの2本に関しては、ね、そこそこ弦高低い、結構弦高低い、これも結構弦高低いで、これは低くないって感じなんです。本当12フレットで、ね、2ミリちょっととかあるんで、僕のギターとしてはかなり弦高が高い古いって感じです。でもその弦高が高いのもそのわざと弦高を高くしてて、そのストロークとかをするとき用にこのギターを常備している感じなんですよ。なので今みたいな感じで、この、まあ、こんな感じでストロークをするとき用のギターって感じなので、まあ、こんな感じのセッティングにしているような感じです。聴いていただければ分かると思うんですけども、その低音もそこそこ出てるし、高音も、ね、伸びやかだし、なんかこの音の立ち上がりも悪くないし、何よりも音量がしっかり出ているのが分かるかと思います。じゃあ、こちらのギターもその、ね、弦高を上げればいいじゃんって感じになるかもしれないんですけれども、細かいプレーをしないっていう前提で、こっちはセッティングをしているんです。例えばですけども、なんか僕 の, なんかこの細かい
奏法として。こんなことをするとき結構しんどいんですよ、その弦高がすごい高いから。こんな感じで指弾きをすると結構しんどいんです。で、こういう指弾きをするときって、そんなこうアンプ出力すること前提なんで、あんまりこの音量に僕は重きを置いてないんですよ。ストロークをするときとかにどちらかというとその迫力とか厚みとかのが大事なんで、その弦高を高くしたりとかするんですけれども、指弾きでソロギターをするときは、大体もうね、アンプから出力をするから、あんまりその音量を重視しないんです。ちょっと同じことをやってみましょう。どうでしょう、ストロークをしたときに、そのね、結構そのどのキャラクターとかあって、なんかどっちがいい悪い、皆さん感じたかもしれないんですけれども、こんな感じで単音弾き、なんかこうメロディー弾きっぽいことをしたときは、なんか不思議とこっちの方がなんかいい響きがする感じがしませんか。まあ、単純にその音質とか音量とか聴き比べたときに、そんな遜色ないかもしれないんですけれども、なんかこう立ち上がりが早いというか、僕もそのすごく弾きやすいですし、なんかこう単音弾きになったときに、なんかこうちょっとこうさえる、生えてくる感じがしますよね。なんかこっちよりも、こっちの方が、なんかこういい感じの響きに聞こえてくるかと思うんですけども、どうでしょうか。ちょっとヤマハでもやってみましょうか。同じようなことを。ちなみにこれはちょい、高、ちょい低です。これかなり低、かなり低い、これは低くない、これはちょい低って感じです。比較しやすいと思うんですけども、なんかこうね、好みとかあると思います。まあ、よかったらコメントの方に聞いてみて、書いてみてくださいませ。ヤマハと松田と東海、そういう感じです。ああ、俺、東海の音結構好きだなとかね、ヤマハの音好きだなとかね、あ、こういうところいいなとか、あ、こういうところちょっとなんか気になるなとか、好みじゃないなとかっていろいろあると思うので、よかったらいろいろコメントをしていただけますと幸いでございます。で、最後にちょっとまたいつもの私のこのマーティンをちょっと弾いてみようかと思うんですけれども、まあ、いつも動画で登場しているマーティンこと、マーティンのマチコさんこと、トリプル O、なんだっけ、C1、トリプル OC1 というギター、そうですね、トリプル OC1 ですね、OOOC1 というギターです。いつもまあ僕が使っているんでね、あ、これはもうさぞかし最後にトリに持ってきたからさぞかしいい音がするんじゃないかななんて思ったかと思うんですけれども、意外とこれがね、そうでもないんですよ。聴き比べるとね、あれってなると思います。あれそんなでもってなると思います。ちょっと聴き比べてみましょうか。ちょっと待ってください。ちょっとチューニングが安定していないので。おっす。で、ストライク。まずストロークをしましょう。
原稿めちゃめちゃ低いから音量がね、すごい小さいんですよ。さっきの東海と比べてみるとですね、あれ意外とそんな良い音でもねえかもしれねえぞってなるかと思います。ちょっと東海少し弾いてみましょう。こんな音に対してマーティに関しては、同じフレーズを弾いてみるとすごい音量が低いです。音なんです。まあ、音量に関してはね、なんかその東海と比べると、ね、音ちっさーって感じだと思うんですけれども、これはなんでかっていうと、やっぱり弦高が低いからなわけですよ。弦高が低いということは、弦がその、ね、たくさん振動するとフレットに当たってしまうから、弦がこうバーンとたくさん振動すると、その間にフレットに当たってしまうから、それ以上弦が振動できないわけですよね。この振動できる幅が限られてしまうと。逆にその弦高が高いとその振動できる幅が、ね、すごいこう、ね、制限なくたくさん振動できるから音量がでかくなったりとかするんですけども、弦高が低い場合はその振動できる幅がとっても狭いので、振動しきれずにフレットに当たってしまって、まあ、結果音量が小さくなるという感じになってしまうんですけども、まあ、その現象、まあ、プラスアルファあるんですけどね、いろいろな要素があるんですけども、まあ、その現象により、弦高が高いギターよりもすごい音量が小さく感じたかと思います。で、これはなんでこんな弦高を低くしているかっていうと、まあ、さっき言った通り、そのアンプから出力することを前提で考えているんです。まあ、このギター、その2系統出力をやってまして、その、このなんだっけ、名前忘れちゃったな、なんかプロワンソニックみたいな、ソニックワンプロかな、ソニック、ちょっとなんか忘れてしまったんですけども、なんかこの、なんかのピックアップと、LR バックスのアンセムっていうピックアップが2つ入ってます。まあ、こんな感じでね、そのアンプから出力して、そのエフェクターとかで音を作り込む前提で考えているので、あんまりこの音量に関しては重きを置いてないという感じなんです。なので、その単音弾きの、弾きやすさだったりとか、その粒立ちの良さだったりとか、そっちの方にこの重きを置いているので、まあ、それに合わせた弦高設定をしているという感じです。面白いキャラクターになっているかと思うんですけれども、まあ、こんな感じでございます。そんで、なんで今回そのこのマーティンのギターをその最後に持ってきたかっていうと、その高ければいいってもんじゃないってことをですね、皆さんにちょっと分かってほしかったんですよ。さっきご紹介させていただいた通り、このヤマハの FG250S、2万5000円定価なんで、本当に2万円とかで買えるようなギターです。これに関しては、ちょっとね、すごい古いからね、1万5000円で今買えるとは言えないですけれども、でまあ、その当時でも1万5000円って言ったらね、本当まあね、10万円いかないぐらいだと思うんで、まあ、その高いギターでもないですよね。で、この松田さんの元のギターとしても、実はちょっと数万円で買えるような、そのね、もともとそんな、ランクの高くないギターが元のベースになっているんですよ。で、それに比べてこっちのギターとかね、やっぱさ20万円とかしちゃいますし、かけてるリペアのこう総額とかも結構30万近くなっちゃったりとかして、まあ、結構お金かかってるギターなんですよ。けれどもなんかこうやってね、弾き比べてみるとね、その一概に手放してなんかこうね、ああ、マーティンが全て OK とは言えないと思うんです。まあ人によってはね、そのね、東海の方がいいなとかさ、松田さんの方がいいなって思ったと思うんですけれども、こんな感じ一長一短ありながら、その何がいいかっていうのはやっぱ好みだったりとかするんですよね。でももちろん僕はその、ね、このマーティンが一番好きでね、一番この愛用しているわけなんですけれども、人によっては、もっと違う、意見もあったりとか、すると思います。まあ、そんな感じで皆様のね、アコギに対する音色の、なんかこう造形といいますか、価値観が広がればいいなと思って、弾き比べ動画を作成させていただきました。どうでしたでしょうか。で、僕はこういうマーティンのこういうきらびやかな音色っていうのはね、その綺麗な音色もすごく好きなんですけれども、何気にこうね、この、ね、昭和40年代のね、
まあ、すごい1970年代ぐらい の日本の国産ギター、ヤマハのやつとか、この辺のギターが、ね、僕は何気に個人的にすごく好きで、まあ、マーティンの音もすごく好きなんですけど、この音すごく好きなんですよ、実は。ヤマハのギターだったら、この真ん中の、ラベルを覗いたときに赤色の、赤ラベルなんて言われてるやつが僕のすごい好みです。もしくはダイナミックギターなんていうシリーズがあるんですけども、ヤマハのダイナミックギター、あの辺のギターも僕のかなり好みです。なんかすごいこのジョンガラジョンガラする感じはしませんか？ジョンガラどんなんだよって感じですけども。なんかジョンガラする感じがですね、なんかすごく好きなんです。なんかこう、わかります？東海でこのジョンガラしながら弾いてみると、あ、逆にしようかな。ちょっとマーティンでその綺麗めに弾いてみましょうか。綺麗めな音色で。綺麗めな音色で弾いてみると。これはこれで別に構わないんですけど、なんかすごい綺麗な感じですよね。で、それに対してこのジョンガラした感じとすると、すげえこのめっちゃマッチする感じはしませんか。で、この僕、このジョンガラ感がマッチするこういう曲がすごく好きだったりとかするので、何気にこの、東海、すごいお気に入りのギターだったりとかします。どうだったでしょうか。まあ、そんな感じでございます。まあ、今回のギターはヤマハと松田さんとマーティンと東海、それぞれ弾き比べてみましたけれども、もしよければ皆さんの方で、どれのギターが好みだったとか、どれがあんま好きじゃなかったとか、これがこういうキャラクターとかいいなとか、こういう特徴好きだなみたいな、なんかそういう思ったことがありましたら、ぜひ、コメントの方に残してみてくださいませ。それでは今日の動画は以上でございます。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ。